えー、こんばんは、岡田敏夫ゼミです。えー、今日見てもらうのはですね、進撃の巨人のですね、解説動画です。それでは、ここから動画、スタートです。えー、4巻の見どころ。十人のメンバー。一番最初のこの、えー、主人公の、たちの10人のメンバーを、すごい丁寧に一人ずつ紹介する回想シーンがあります。で、えー、例えば、リーダー気質の、えー、ライナーとかだね、クールな兄とかね、いろんなキャラクターがあって、で、じゃん っていいうやつがいるんだけどね、こいつ、えー、あのみんな基本的にこのジャンを含めて憲兵隊を志願してるんだよね。っていうのはなんで、えー、軍団に入ってあのいい成績に残そうとするのかっていうといい成績になったら自分が何だろうな働く兵団を選べるんだよ。 で、憲兵隊に入ったらより中心の安全な街に行けるんだよね。で調査兵団みたいに入ったらもう巨人に食われるのが仕事みたいな兵団だからさ。そんなの誰も行きたくないんだ。で、ものすごく物好きでヘンテコ野郎の主人公のエレン。 お母さん殺されたからもう俺の望みは巨人ども一人残らずぶっ殺すことですって言ってるやつ以外はもうほとんど全員がまああとはエレンについていくよって言ってる三笠とアルミ以外はみんなも大体憲兵の方を志願してるんだでこいつらの心がどんどん変わっていくっていうのがこの4巻の見どころで最終的にねジャンがあのー、調査兵団を志願することになるんだけどもこの流れが ちょっと、ね、回想シーンなんだえー、10人の仲間の中でマルコボットっていうやつがいたんだよね。でこのマルコっていうのが実は一番いいやつでさあのみんなの心をなんかすごく読んでておあの「お前本当はこんなやつなんだよな」とか「ここわかるよ」っていうふうに言ってくれるいわゆる安らぎみたいなやつだったけどもこいつがね一番最初に死んじゃうんだ。なのでこれ10人全員揃ってんだけどさ 5巻になるといきなり1人消えてるんだよね。で、こうやって1人ずつ消えていって、21巻になるともうこんな状態になってるんだけどさ。だから、作者はも最初から延々と、 この10人の話を書こうって決めてるんだよね。この10人がいかに生きて、いかに死んでっていうか、死に方が問題じゃなくて、いかに生きて、どんな話をみんなに伝えるのかっていう、この10人のキャラクターの話を書こうとしてるので、そこからやっぱりね、目を離さないでほしいんだけども。